どうもご視聴ありがとうございます。1月1日のお正月に公式ツイッターに投稿されたこちらの矢端2法ですが、矢端2円3の後の世界として明確に示されているように見えます。ということで、今回はほぼ確定したともいえる矢端2円3の静止内容およびこちらの矢端2法の内容について考察していきたいと思います。まず一番のトップ記事ですね。ご当地アイドル年越しライブで流血についてです。芸風を一新しファン層の拡大に成功した矢上さんが、顔周辺部からの流血により公演途中で搬送される事態となった。転倒などのアクシデントは目撃されていないとのことです。芸風を一新した、そして顔周辺部からの出血ということで、まあもうほぼ確定でバケルエンドの内容が3で起こっていたと考えていいでしょう。髪の色からもこの矢上ちゃんはすでに宇都宮ちゃんになっていますね。つまり矢上ちゃんは矢端2円シリーズとして、死亡が確定した初めての矢端2娘となりました。まあ三島ちゃんも死んでる可能性自体は高いですね。またこの矢上さんという鍵括弧のくくり方というところから、芸名が矢上さんである可能性が高いかなと思います。なんとなく古風な雰囲気にあった芸名な気がしますね。おてもやんとか歌い出してから芸名をもしかしたらこっちの矢上さんという風に変えていてもおかしくありません。続いて吾妻ファーマ社屋で、墜落事故の原因究明という記事で、大手製薬吾妻社屋の屋上から射出された脱出ポッドが失速後墜落した。調査班の報告によると燃料不足が原因なのではないかとの見方を強めている。有人試験ではなかったため人的被害は出ていなかったとのことです。この事件は、まあ、つまりプレイヤーが矢端2円3にて謎解きのために飛ばしたこちらのロケットのことを指していると思います。まあ、ロケットだと思っていましたが、これ自体は脱出ポッドのようですね。そして、まあ、幸運にも人的被害は出ていないということですので、プレイヤーはちゃんと K16 の人形を入れて飛ばしたということが推察され、金森が生存しているということもわかります。また代表である吾妻のセリフとして、あれは私が作ったわけではないということだそうです。じゃあ一体誰があんなものを作ったんでしょうね。そんなことのできる技術力のある人が、まあ、いるのでしょうか。気になるところです。で、続いての記事は左上の家畜盗難収束の記事になります。多発していた家畜の盗難が秋以降は0件となり、精肉店に牛肉が並ぶのは実に4年ぶり。犯人の手がかりは未だつかめておらず、警戒は緩められずとのことです。まずこちらの犯人ですが、カコちゃんと考えてしまっていいでしょう。昔家畜を食べ散らかしていましたし、まあ、それ以外の犯人が思いつかないっていうのもありますしね。で、その事件は起こらなくなったということで、カコちゃんはいなくなってしまった。つまり矢端2円さんで引かれて死亡したか、ウマエンドで依代に戻ってしまったか、まあ、どちらかでしょう。カコちゃんが単純に惹かれるとは到底考えられないので、ムマエンドが起こっていたと考えるのが自然かなと思います。とはいえ、カコちゃんが家畜を盗み食べているところ自体は想像がつくんですけど、精肉店に牛肉が並ぶのは4年ぶりということで、信じられないほど罪を重ねていたことがわかりますね。そして秋以降0件となりという記載から、現実世界の時間である矢端2円さんのリリース日が、まあ、こちらが7月21なんですけど、それとリンクしていることが推測できます。そうなるとこの4年ぶりという記載は何でしょうか。矢端2円無印がリリースされたのは2019年1月なのか、つまり3年前です。で、この記事では4年前と言っているので、おそらく無印の昔の話を綴った滅矢端2円で、過去が依代から人に戻る過程が記されておりましたが、まあ、つまり滅矢端2円は無印の約1年前の出来事であり、まあ、このカコちゃんが人間に戻ったことによって発生した、だから4年前っていうことなんでしょうかね。とはいえ、この記事によってカコちゃんがいなくなった可能性がどんどん濃厚になってしまい、悲しいですね。早く家畜の盗難が再開することを祈っております。続いては、まあ、記事っていうより募集っていう感じですね。清掃スタッフ募集括弧正社員ということで、生体転送装置から発生した廃棄物を処理するだけの簡単なお仕事となっています。吾妻ファーマから時給2万円の仕事が募集されていますね。で、この生体転送装置から出た廃棄物ということで、ゲーム本編とは無関係と記載されていたこちらのイラスト、
この記事から吾妻式の転送装置のシステムが使われているということがほぼ確定したと言えるでしょう。この転送装置は実際のところ物体を転送させているのではなく、コピー機能とシュレッダー機能が搭載されただけであり、元の人間はコピーされ別の場所で作られ、でオリジナルである人間はシュレッダーにかけられてしまうだけのとても怖い機能となっています。で、実際このゲーム転送装置もこんなもん使いたくないなと思うんですけど、転送装置を使わないでも実際クリアすることはできます。ただ、田中を救出するためにはこの転送装置の使用が不可欠なので、まあプレイヤーはシュレッダー機能で死亡してしまったってことですかね。オリジナルとなるプレイヤーは一度シュレッダーにかけられてるってことが分かっちゃいますね。つまりまあ脱出してきてるのはコピー体ということになります。まあ別にコピーだろうとオリジナルだろうと何が変わるのかっていうのは分かんないですけど、もしかしたらこのシュレッダーかけられた元の体が出てくるとか、まあコピーであることの副作用が何らか出てくるということもあるかもしれないです。不気味な転送機ですね。で、そしてちょっとちらっと映ってるこちら、メツヤバタニエンの国枝環奈ちゃん、こちらも生存しているということでしょうかね。国枝凛ちゃんと一緒に出てくるイラストは、まあ、たまに出てたんですけど、このイラストだけだとメツの前か後か分からなかったので、まあ、こういう形で生きていることが分かって安心しました。そして最後左下の、記事ですね。正月早々着付け中の事故についてです。和服へ着替え中だったレディー氏が帯の締めすぎで骨盤と肋骨8本を折る大怪我を負った。帯の締めすぎには注意するよう関係各所で呼びかけ始めている。なお治療に当たった医師は年齢の割に表皮細胞や骨密度の劣化が激しいと首をかしげているという記事です。まずこの事件については、まあ、ピクシブのこちらのイラストの内容が行われた結果でしょう。レディちゃんに恨みを持っていた田中ちゃんの仕業ということですね。で、このイラストには珍しく金森ちゃんもいます。また年齢の割には表皮細胞や骨密度の劣化が激しいとのことで、まあ、消えていたオールドレディの遺体と何らか関係があるかもしれません。また、ゾンビ化マシーンで吾妻がレディちゃんで実験した時にはなぜかレディちゃんがゾンビ化しなかったということもありました。この件とも関係しているのでしょうか。もしかしたらすでにゾンビだからとかですかね。で、まあ、他にも、まあ、オールドレディとレディが実は同一人物で若返りの秘術みたいなものを使っていたとか、まあ、オールドレディがレディの皮を乗っ取ったとか、まあいろいろあるかもしれないですね。ただ現時点ではちょっと断定できるものもありません。今後田中ちゃんの過去編と合わせて明らかになっていくのを期待しましょう。そして、画面端にある広告欄ですね。右端の広告欄です。バッテリーを作っていた大西電池、このバッテリー自体はまあちょこちょこ出てきてはいましたが、大西という名前は初めて出てきましたね。もしかしたら今後救出対象となってくるかもしれません。続いて、柏木刀剣、上にカンタービレって書かれてますね。で、カンタービレといえばブレア家にあったこちらのカンタービレですかね、を作っていた会社ということなんでしょうか。で、このアイコンの人ちょっと顔も見づらいんですが、ピクシブのイラストに出ている刀鍛冶の跡取り娘と同一人物なのかなと思います。おそらく柏木さんという名前なんでしょうかね。そして理想的な貴婦人と一緒に紹介されているということで、この過去仮の柏木さんの祖先は田中を処刑したこちらの人物、この赤い人物と思われます。イラストから見ると男性のようにも見えなくはないですが、どうなんでしょうね。まあ、現代にいる矢端に娘であるのはこちらの柏木さんなので、無事次回作で救出対象になってくれるかもしれません。で、今回の記事に関する内容は以上となって、今回の記事から矢端二園3での生存者は吾妻、宇都宮、金森、レイディ、田中が確定で、まあ死亡及び依代化がほぼ確定してしまったのが過去と矢神となります。で、未だ不明な阿久津ちゃん、どうなってるんでしょうかね。続報待ちたいです。ということで、今回の動画は以上となります。で、ちょっと皆様にお知らせなんですが、今回の動画をもって私吾妻ファーマに転職したいと思います。なんせ時給2万円の正社員ですからね。ちょっと募集も出てるし行ってきたいですね。1日15万円、まあ、年間200日働くだけで3000万円の高所得者になれますよ。ということで吾妻ファーマに転職したいと思います。それでは今までありがとうございました。わー